年明けましておめでとうございます。本年度もスターダストネクストガールズを何卒よろしくお願いいたします。藤田真澄です。2022年始まりました。もう2021年昨年度はスターダストネクストガールズがリニューアルオープンして本当に楽しい一年でした。特に去年印象に残ってる企画が10代&20代女子はどんなアプリを使ってるというリニューアルオープンしてすぐに撮影した企画なんですけど、事務所の子たちとお会いする機会がなかなかなくて、今回その YouTube チャンネルに参加してるメンバーは皆さん初めましてだったんですね。どんな子たちなんだろうって、なんかもう前日の夜から眠れなくて、まあ、特にアプリプレゼンのプレゼンターだったので、なんとしてればアプリの良さを伝えたい、向かうエネルギーが空回りしないかとか前日の夜不安だったんですけど、もう本当にみんな温かく、なんかそこですごく心がほぐれた気持ちになったんですよね。この子たちと一緒にこれからスターダストネクストガールズチャンネルを盛り上げていくんだ、楽しみだなって思えた企画だったので一番印象に残ってますね。来年度はもちろんその見てくださる方々に面白いなって、トレンドだなって思っていただけるような企画動画を作っていきたいなって思うんですけど、みんなで一緒に楽しくまた YouTube 撮影したいですね。来年もこう2023年始まりましたっていう時、進化したねこの動画って思っていただけるような、あの面白い動画をたくさん、今年1年も撮っていきたいなって思います。2022年も何卒スターダストネクストガールズをよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。去年は初めての YouTube だったんですけど、みんなと仲良くできて、やりたい企画もいろいろあったけど一生懸命できたかなと思ってます。印象残ったの、一番印象残ったのはやっぱりアニメの企画、カリンちゃんとルリカちゃんでやったんですけど、二人とも見てるジャンルが似てたり、ルリカちゃん全然違う、あと声優さんのお話とかもあの二人だったらあーって言って聞いてくれるんで、すっごい楽しかったです。2022年はもうちょっとアニメ系の企画だったり、誰かを呼びした企画だったり、サッカーだったりバレーボールだったり、そういうなんか試合見たり実況したり何でもいいんで、スポーツ系の企画もあれば嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。皆さん明けましておめでとうございます。上杉真理です。2022年もよろしくお願いします。まず今年の抱負なんですけど、書き初めで表現しました。じゃん、感謝です。書き初めがね得意なわけじゃないので、ちょっと上手さとかはちょっとほっといてもらってなんで感謝にしたかっていうと、本当に YouTube で自分を発信する機会を作ってくださって改めてすごい嬉しいなって思ったし、メンバーの皆さんだったりスタッフさんと協力してこうやって毎回毎回一本の動画を作っていくことって本当に大変だなって実感して、本当にこういう機会をくださって本当に嬉しいなって思ってるし、視聴者の方がコメントで毎回毎回見てるんですけど、温かい優しいコメントをくださるのを見て本当に嬉しいなって思ってます。本当に支えられてるので本当に本当にありがとうございます。2022年も感謝を忘れず頑張っていきたいと思います。2021年の反省なんですけど、やっぱりトーク力、語彙力、食リポ、やっぱり話す力をつけたいなって思って、エキカラのペヤングの動画を見てくださった方わかると思うんですけど、全然いい食リポができなくて本当に今でもすごい悔しくて、もっとねトーク力だったりとか食リポとか話す力をつけて、またね食リポの動画をリベンジ編として頑張りたいと思います。2021年で一番心に残っているのがドッキリの動画で、本当にふみさんとルリカさんの演技力も本当に圧倒されましたし、スタッフさんの団結力も圧倒されまして2021年で一番心に残った企画だなって思ってます。私のそのドッキリのためにいろいろ
準備してくださったみたいでありがとうございます。それも本当にドッキリ初めてだったのでびっくりしたんですけど、 YouTuber っぽくないですか？ちょっと嬉しい気持ちもあって、本当に心残ってる企画です。皆さんまだ見てない方は見てほしいんですけど、本当に面白いのでね、見てください。本当にたくさんの企画に出させていただいて、2021年もいろいろなね企画を発信していけたらなって思います。コロナで視聴者の方と会うイベントだったりロケとかもねできないんですけど、コロナが収まったらやりたいなって思ってるので、コロナがね収まったらね、もっともっといい企画が出せるなって思います。2021年ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。エスヒマユでした。スターダストネクストガールズチャンネルをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。細野ゆかりんです。私は去年の夏頃からこのチャンネルに参加させていただきました。個人的に印象に残っている企画はアニメランキングです。私が好きなジャンルなので愛をね伝えられたかなと思います。正直まだまだ話足りないし、紹介したい作品いっぱいあります。私の今年の目標は新しいことに挑戦するです。お仕事でもプライベートでもジャンルは何でもいいんですけど、私が今まで経験してこなかったこと、やってこなかったことに挑戦していきたいです。まだこれといって何かは決まってないです。そしてもう少しアウトドアな人間になりたいです。もうちょっとね外の世界に出たいなと思います。そして今年は寅年、なんと年女なんです。12年に一度しかやってこない寅年、目いっぱい楽しんでいきたいなと思います。皆様今年もどうぞ応援よろしくお願いいたします。またこのチャンネルの方もね応援していただけたらとってもとっても嬉しいです。チャンネル登録をしていないそこのあなた、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆様にとってより良い1年となりますように。またね。皆さんこんにちは、ネクストガールズの宇野瑠璃花です。皆さん新年明けましておめでとうございます。私21歳、去年はですね、いやー怒涛の年でしたねとか言いながら、まあ毎日楽しく過ごしてたんですけど、一番印象に残った企画はふみちゃんのドッキリ企画。ドッキリ企画は2回やったんですけど、1回目はふみちゃんとドッキリ側だったけど、2回目はふみちゃんをドッキリっていう感じで、毎日仕掛け人で楽しかったです。どんな年にしたいかな。皆さんはどんな年にしたいですか？私は好きなことがめちゃめちゃ多くて、趣味がなんか多彩ってよく言っていただけるんですよ。だからその趣味を生かしながらたくさんのことに挑戦できるタレントさんになっていきたいと思います。皆さん応援してね。じゃあそろそろ締めの挨拶に行きたいんですけど、最後に私の趣味の賭けを披露して終わりたいと思います。いきます。バイバイ。今年も応援してね。新年明けましておめでとうございます。西谷さなです。2021年からこの YouTube チャンネルが始まって、初めてのことがたくさんあったので、私もなかなかうまく話すことができなかったんですけど、私は皆さんともっともっと仲良くなって、自分の好きなことだったり面白いことをたくさんお届けできたらいいなって思います。個人の目標としては、今まで演じたことのない役柄に挑戦してみたり、ずっとお洋服が大好きなのでモデルさんにも挑戦していきたいなって思っています。このチャンネルでどこかのブランドで1万円分買ってみてコーデを組んでみたり、ルックブックとかもやっていきたいなって思います。2022年もよろしくお願いいたします。バイバイ。新年明けましておめでとうございます。あさひなふきです。ついに2022年が来てしまいました。2021年もあっという間でしたね。皆さんどんな1年でしたか？でも2021年はこのスターダストネクストガールズチャンネルが開設された1年でもあって、私は YouTube をずっと見てる側だったんですけど、
3部のみんなと一緒にいろいろ楽しい企画ができて、例えば食べる企画とかメイク道具紹介する企画とか、すごくいろんな企画ができてとっても楽しい1年だったなと思います。私個人としては一人舞台を経験させていただいたり、また他の舞台も経験させていただいたり、映像のお仕事も経験させていただいて、自分の幅が広がっていたらいいなって思ってます。とても充実できた1年だったかなと思います。20歳にもなったし。でもこのネクストガールで一番記憶に残ってるものは、一番初めの自己紹介動画です。3部のみんなの初めて会った子の自己紹介を聞けたりとか、いつも仲良くしている子の自己紹介を聞けて、あ、みんなこんな自己紹介してるんだとか、こうやって私のとこも自己紹介してるのかなとか、改めて聞いたり、初めて聞くとなんかすごく楽しかったし、贅沢な時間だったなって思います。みんなのことも知れるしね、あの動画で。なのでまだあの自己紹介動画見てないなっていう方はぜひ見てください。ということで、2022年はもっとこのスターダストネクストガールズチャンネルをよりたくさんの方に見ていただけるように、私も皆さんが楽しいと思えるような企画も考えていけたらなって思いますし、もっと落ち着いたら外でルックとかねできたらいいなって思います。してみたい。外でなんか水族館行ったり、浅草とか行って食べ歩きしたり、食レポとか練習したり、なんかお洋服とかいろいろ見たり、そういうこともできたらなって、すごく想像が膨らみます。楽しいことが。2022年もこのチャンネルも皆さんどうぞよろしくお願いします。そして私個人としてももっといろんな一面を皆さんにお見せできるように、もっともっと頑張っていけたらなと思うので、皆さん2022年も健康に気をつけて、笑顔いっぱいの1年にしましょう。朝日奈吹でした。バイバーイ。お願いします。皆さん明けましておめでとうございます。スターダストネクストガールズの渡里舞です。今日は年始のご挨拶動画ということで神社にやってきました。2022年の願いを込めて初詣をしていきたいと思います。2021年はトルコのイスタンブールから動画をお届けしていました。ですが今年2022年は YouTube チャンネルの皆さんと一緒に、様々な動画制作にも励みたいなと思っています。私の今年の目標は2つあります。1つ目はインスタグラムや YouTube での発信を通して自己プロデュース力をつけることです。2つ目は演技のお仕事をたくさんすることです。最後に今年できるようになりたいことと意気込みを特技の英語でお話ししたいと思います。 The thing I want to be able to do this year is cooking, and I'm going to be a university student from this April, so I'd like to be more independent. Thank you for listening. では2022年もこのスターダストネクストガールズチャンネルと渡里舞をよろしくお願いいたします。皆さんも素敵な新年をお過ごしください。新年明けましておめでとうございます。今年は2022年ですね。私は2000年生まれなので今年22歳になります。ちょっと22歳と聞いてビビっていますが、22歳になる柚木彩もよろしくお願いします。去年の印象に残った企画はなんといっても激辛企画です。企画決めるときにすっごい軽い気持ちで辛いもの好きですとか言っちゃったんですよ。そしたらもう激辛企画ばっかり呼ばれるようになってしまって、後から動画見たらものすごい顔してて、化粧直ししましたかってぐらい血色がめちゃめちゃ良くなってたり、唇とかめちゃめちゃ真っ赤になっててびっくりしました。で言ったらちょっと激辛企画呼ばれなくなってしまいそうなんですけど、でも激辛を好きなのでぜひ呼んでもらいたいです。今年の目標は一生懸命です。
何事も真剣に一生懸命に取り組むとともに笑顔を忘れずに活動したいと思っています。あとは笑顔の人には笑顔の人が集まってくると思うので、今年もたくさんのいい出会いができるように笑顔でいたいと思っています。トーク力は上げることです。あとこれも結構真面目に叶えたいことなんですけど、ホラー映画が見れるようになりたいです。特に映画館で見るのが一番怖いので、最初は家で電気をつけてカーテンを開けて昼の明るい時にここに大きいクッションを抱いて隠れられるようにして練習します。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。では今年もよろしくお願いします。バイバーイ。